OS-1 の商品画像 OS-1 は、株式会社大塚製薬工場が製造、販売する、傾向保水液、同社の登録商標、消費者庁長官の許可する個別評価型描写用、食品である。製品名は、開発番号 OS の一番目のシリーズ製品である、ことに由来する。脱水時、特に嘔吐や下痢を伴うような病的な脱水時には、 水分だけでなく、電解質も多く失われている。このような病態に対しては、点滴により、軽乗脈的に水と電解質を補給する必要がある。しかし、商人に対して、長時間の点滴を行うことは困難であり、屋外での熱中症で医療機関が遠方である場合もある。このような場合に、簡便に傾向で水分と電解質を補給することを目的とするのが、 蛍光補水療法である。こうした考え方に基づくアメリカ小児科学会の指針にのっとって開発された製品が OS-1 である。こうした食事療法の効果が医学的、栄養学的に証明されたことから個別評価型病者用食品の許可を得た。なお、メディカルフーズ製品として販売されている OS-1 パウダーは蛍光補水音飲料であり、 描写用食品には属さない栄養製品であるが、一般のスポーツドリンクよりも電解質の濃度が高くなっているため、医師や薬剤師、看護師、管理栄養士の指導のもと引用することが推奨されている。市販されている商品には、500ml、280ml の PET ボトル飲料のほか、200g のゼリー飲料、30g、15g の水に溶かして使用する。 粉末製品がある。成分の濃度はいずれの形態も同一なので、用法、容量も同一。使用法の目安として、1日あたり、この商品は脱水症常時の食事療法のための特別、用途食品であり、一般人が普段飲用することを想定していない。このため、大塚製薬工場は、医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に、限り、 お飲みください。医師、薬剤師、看護師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。食事療法の素材として適するものであって、多く引用することによって、原疾患が治癒するものではありません。トラベルに注意喚起している。小売り販売は限られており、のみで行っている。粉末タイプは、大塚プラスワンでのみ販売している。大塚製薬工場と同じ大塚グループの 大塚製薬からは、イオン飲料として、ポカリスエットが製造、販売されているが、こうしたスポーツドリンクは、日常生活やスポーツによる水分補給に最適化された製品であり、常実のような異常脱水時にスポーツドリンクを引用した場合、電解質濃度が低いことに起因する低ナトリウム血症から水中毒を引き起こす危険があるため、注意する必要がある。 特に乳幼児の場合、その危険度はさらに高くなるため使用すべきでない。ありがとうございます。